チャレンジカップ1回戦、福岡ソフトバンクホークス対。この場面、打席には上林が入っています。さあ、得点圏には先制のランナーを置いています。まあ、先手を取って進めるためにも得点し打ちました。セカンド取った、アウト、ワンアウトです。これは進塁打になりました。ワンアウトランナー三塁となりました。バッターボックス森、ツーアウトランナーありません。初球、これは大きな変化球、得意のボールでストライクを取りました。牧原掴んで一塁アウトで3アウトチェンジです。打席には6番バッター中村、ツーアウトになっています。さあ、勝利まであとワンアウトとなりました。まあ、そうですね、最後きっちり締めてもらいたいですね。スライダーできました。ワンボールツーストライクです。引っ張った、レフトの前に落ちました。ヒット、ツーアウトランナー一塁。ソフトバンク打ちに打ちました。大量リード。